こんばんは。お台場での。あ、そう。決まりました。 ありがとうございます。会いに行きますね、東京の方。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。んばんは。今日もいすいません。ありがとう、いつも褒めてくれて。体調は、なんか完全完治ではないんですよ。まだ咳も昨日と全然変わんないし、なんかなんていうの、だるさ、気だるさ、気だるさっていうのかな、がまだ若干残ってて。でもちょっと最終日ですし、2泊ぐらいはしないとなっていう。そう、ちょっと舐めてるのかって思われても嫌なんでね、さすがにそんな。そう、ただ2泊するけど、すごい短い30分とかになっちゃうんで、まあ私が、これは自己管理不足のせいなんですけど、自分の本当にごめんなさい。お、メイクしてる。いや、さすがにね、さすがに最終日ぐらい。そう、さすがにね、ちょっと。ヤスペーさん、なんでやねん。涙目じゃ、大丈夫。ちょっとずっと体調崩してたんです。しんどそうだね。なんか思ったの、私こういう、まあこうやって今配信してて、しんどい顔を見せないのがプロじゃん。 なるべく見せないようにしようと頑張ってるんですけど、多分もう体調不良の時って顔変わるじゃん。もうその顔なんだよね、多分。体調いい時の私しか多分みんな知らないと思うから。学力テスト、ケンジーさん、こんばんは。そう、徐々に慣らしていくしかないんですけど、本当にいつ治るんだって感じ。無理しないでね。ありがとう。ご飯食べてないんだよね。そう、何がダメだ、もうずっとアクエリアスかポカリをずっと飲んでる。ゆさん、ひーたん、しゅうさん、こんばんは。ひーたん、あ、そう、そういえばしょうさんに言いたいことがあってさ、やよさんからフォロー来てたんだよね。そう、ややさんからフォロー来てて、嬉しいですって伝えてて。 すごい可愛い。こんばんは、こんばんは。今の季節体調崩しやくなるの、確かに。何、情けない顔してる。 分からん。こんばんは、ファイト、ありがとう。まちゅさん、熱が出ない、あ、コロナでとかではじゃないです。そう、ちゃんと病院行ったので、それはそう、大丈夫です。流行り病じゃないです、今話題、今話題っていうか、インフルでもないしコロナでもないって感じです。あやさん、こんばんは。ありがとう、みんな。あきさん、こんにちは。
叙々立ちするって何。しかもなんか昨日より咳をする回数が増えたんですね。咳が出る回数が、だからすごいめちゃくちゃ止めちゃうかもしれないんですけど、すいません。なんか頭痛と咳だったら絶対頭痛の方がいい気がしてきた。こんばんは。ステージの上ではあれだけど、シュールも弱いと、まあ、確かに言われてみれば確かにね。そう、え、マジで、そう、マジで伝えてくださいそう、嬉しかった。しかも姫野だけっていう。知恵熱、知恵熱だと思ってたけど違う らしい。テストしたからかな、学力。頭、久しぶりに頭使ったんだよねあの回答でって思うでしょ。あれはあくまでも間違ったやつを取り上げられてるから、まあ全体的な結果は次の週をでお楽しみに。ダンスさんこんばんは。あ、フルーツ、フルーツね。そう、バニラアイス、バニラアイスって気分じゃないんだよね。なんか前髪重すぎてさ、垢抜ける前の、ちょっと待って、すごいさ、私今日怖い夢見たんだよね。なんか病気の時って怖い夢見ない？なんかさ、自分が行ってた小学校ね、母校ねに、なんか気持ち悪いやつが出てきたの。そう、プッチンプリン、あ、いや私ね、えって思われるかもしれないんだけど、プリン食べれないんですよチョコプリンしか。そう、あっちゃんさん、僕体育園から気になり始めました。ありがとうございます、本当にありがとうございます。あー、そっか、月はしんどい、痛いにはいつも笑顔で、笑顔だよ、笑顔だよ、本当に。なんか幼い感じは可愛い、幼いかな。弱ってると可愛いです、やばい。こっちのキャラの方がいいの、もしかして。つまんなくない？ひゆながこれって。温泉卵？初めて聞いた。そうなんだ。トップ3、何のトップ3でいい？最近バスツアー系流行ってるなしっていう。え、そうなの？どういうこと？わかんない。流行ってるの？早く実現したいな、森星軍団のバスツアー。いずれするかな、実現。いったん、ここちゃん出てきた？浅い眠りに、あ、そうなんだ。もうなんか、え、私あれが初めての金縛りなのかな。なんかさ、なんだったっけな、なんか自分が本当にあった怖い話の世界にいるみたいなそう、
なんか多分お化けが出てきたんだと思う。すごい顔した。ただ私は見てないっていうね。目つぶってた、夢の中でも。すごい叫んでたけど、ただその時すごい、わかんない、わかる、なんかさ、なんて言うんだろう、体は動かないけど脳は動いてるみたいな状態夢かって完全に分かってるの、夢の中で。そう、小学生の時に何もない。そう、ボコがボコ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 にはされない。わかる、俺も。珍しい、一緒だね。これ共感してくれる人いないんだよね、プリンが嫌いっていうと。ボンボンプリンは好きだよ、可愛いよね。たくさんいたん、プリンうまいのに。確かに、サオさんいたん。温泉卵わかるよ、コンビニになるよね。山津くさん言えたいだったかな、縛り。いや本当にそれの、頑張れ、ありがとうございます、元気のお店。ヒタン、うん、ヒタンってかさ、暖房の温度ってさ、何度が最適最温なの。私暖房のさ最適温度を知らなくってさ、今もう何度か分かんないんだけど、普通に暖かいって感じなのね。暖房の最適気温を教えてほしい。25、27。あ、25が多いね。でも、うん、そうなんだ。ごめん、20度ぐらいが最適らしい。あ、へえ、20度。え、20度って暖かいの20度って暖かいイメージないんだけど。よしキックスさん、ヒーターありがとうございます。そうだから、元気もに森瀬、27、暖かいかも。暖かい、うん、暖かいんだ。やば、あと4日で300日か。てかすごい心残りがあって、私このイベントのためにあるコスプレを買ったんですけど、そう、着れなかったんですよ。だからその300日で着るか、まだまたこういうイベントの時のために秘めてるか迷ってる。ググったら、あ、20度なんだ。ありがとう。福祉第二さん、ちら、しけんさんありがとうございます。まーさんこんばんは。自分、ちなみに自分の部屋も16度。え、そうなの。じゃあ全然20度でいいんだ。病み上がりの団長、お疲れ様です。病み上がり、闇の延長線って感じ。上がってはないよね、私完全に。これあ、でも病み上がりっていうのか、病み上がりだからちょっとこのだるさがあるのか。
マギコ。前回も空調打つの一体何時頃の数字が寒いとか温まると25度寒い。あ、そうなんだ。へえ。うぬちゃんの姫ごと。うん、姫ごと。あちゃー、今着よう、着れるか。立ちよくなってどっかのタイミング着るとかは、でもそれが一番なんだよね。それがいいんだよね。姫の次のイベントのためにそんなそんなそんな。クロさん、ヒタン、300日は盛大にお祝いしなきゃ。でも全開してないかも。そうなんだよね、あと4日でしょ、あと4日でしょ、300日までだったよね。いや治ってるはず。てか何が一番怖いって、別にまあまあまあまだね、300日まだしも、この風がいつまで長引くんだって感じなんですよ。23の僕隊は絶対に出たいし、梨紗子が最後だし。ただ今のこのこれがずっと長引くようだったら絶対出れないし、今年の最大事回よ。何それ、空豆。最大事会場って何、会業、最大事会業って何。ゴルゴルさん、こんばんは。ジョジョさん、ヒッタン、ありがとう。やすもさん、嬉しいね皆様。そう、本当に悔しい。私こういうイベントもいただいたのかなとか思っちゃうよね。しっかり睡眠取るのも大切だと。ご飯食べましょう。確かにそう。でも多分そう、23日当落出て、え、そうなの。怖くて見てない。いつ見るの。いつ見るの。今でしょ。湯豆腐とかもいいよ、喉に。ああ、確かにね、確かに。確かに。うわ、なんか湯豆腐食べたくなってきた。でも私湯豆腐の作り方わかんないんだけど。お豆腐を茹でるだけだよね。なんかおばあちゃんが作るなんか昆布で出汁取ってるやつが美味しいんだよね。私あれが好きなんだよね。風邪ひいてなかった東京。いや、どうなんだろうね。東京はイチゴじゃなくて姫野だったでしょ。どうなんだろうね、わかんない。まあそれは それはね、当日のネタバレになっちゃうのかな。なんか意味深だな、当日のネタバレになっちゃうのかなっていうのは、なんかなんて言うんだろう。確かに、でも分かんない。
かなおちゃん見てるかな。かなおちゃんは寝てるんじゃない。かなおちゃんは寝てるんじゃない。この時間はまだ。栄養取らなきゃね。確かに。ありがとう、丸美さん。いっぱい元気な。こんばんは。こんばんは、みゆむ。すごいさ、いつものように叫びたいんだよね。叫べないの。かなおちゃん気になるけど信じて待ちます。確かに。なんか今ちょっとさ、まあいいや。チャリカめんつゆ、めんつゆ読んだ。お台場おめでとう。ありがとうございます。そう、お台場すごいゴールデンウィーク真っただ中で難しいって思う方もいると思うんですけど、多分めちゃくちゃ今まで見たことないようなステージが多分見れると思うので、お楽しみに。カスコが東京の親戚見せたかったってガチで悔しがってました。あ、でもそれは私もあるかも。そう、それはなんかあるかも。飲食さんの寝る子は確かに。夜勤は東京の何週間と楽しみで仕方ないです。みんな嬉しい。そんなに楽しみにしてくださってありがとうございます。でも多分今まで見たことのないようなステージだと思います。瀬戸里ももは知ってるんですけど、できるかなみたいな。そう、こんな感じ。みたいな。できるかな、大丈夫これっていうね。炎上しないとか。炎上はしないか。できるかな。本家が素晴らしいからできるかなっていう、こんな感じです。まあでも5月まであと数ヶ月あるので、まだ、まあ、時間はないかもしれないけど、そう、まだレッスンが する時間はあるので、時間なんだろう、そうあるから、かなは私なんかってほっといてって多分、私なんかほっておいてって多分言ってますよ。いや言ってないよ絶対。ほっかないよ。ほっておかないよ。ほっておかないよ。いやー、皆さんこんばんは。関東に羨ましい。おいで。23日、あ、おめでとう、当たったけど、ヒータン出れるかな。出たい。絶対出る。意地でも直す。さすがにね、梨紗子最後だし、さすがに。ヒータン、かっくんさん、ひーたん、メイルくん、初見お疲れ様。メイセイさんのブリブリアイドル姿、ブリブリは見れない。いや見れる、まあまあまあアイドルなのでそれは可愛くするんですけど、なんて言うんだろう、なんか、できるかなって感じ、私たちに。できるかな、不安って感じ。こんばんは、祈るように。池田さん、一旦、あ、自分23日挑戦したよ、おめでとう。泣きたくないね23日。
泣いちゃいそうだけど。あやまさんこんばんは。23日僕と当たりました。あ、おめでとう。いっぱい当たってるみんな。てか今何時だろう。みんな30分になったら教えてほしい。もしかしてジッパーはないんですね。それがないんですね。それがっていうか分かんないですね。それはやばい、私下手くそかも。もうええってなると思う。ええって。そう、ヒートの間何でも見てみたい。あれ33分、どうしよう。そう、一旦終わろうかな。薬飲みたいんだよね。残念。いや、わかんない、まだわかんないから。23日俺も多分泣く。バスタオル持っておいで。多分みんな泣くと思う23日は。25日行くから。あ、そうなんだ、残念。5分から始まったけどそろそろかな。だよね。まあ次は7時半、19時半か。本当にごめんなさい、思うように配信ができなくて。こんばんは、トマーキさん。じゃあちょっとそろそろ壇上を読みたいと思います。13位ダースさん、12位渡る、11位平次さん、ありがとうございます。10位がタキシーさん、9位がリーさん、8位がランマル姫さん、ありがとうございます。7位がユウさん、お仕事中ありがとうございます。6位がウラベさん、ありがとうございます。5位が完熟ヴァンパイアさん、ありがとうございます。4位が南光さん、ありがとうございます。3位が坪野慎之介さん、ありがとうございます。2位が東京特許許可局長さん、ありがとうございます。1位がライダーさん、ありがとうライダーさん。ってことでまた7時半にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう。またね、また後で。クニャーさんこんばんは。疲れ、お疲れ様。ユウさんありがとう。さっきよし、ひーたんやっと仕事終わった。お疲れ様。かなちゃんカップハーハップかな、かわいい、ありがとう。そう、アリさんなんだよね。カノルリじゃん。もうカラオケ配信だらけですわ。いやーね、本当にすごいです、みんな。ヒューナも配信、ヒューナもカラオケボックスで歌う予定だった、何もなければ。けどまああいにく今なんだっけ、あいにく致命的な喉がそうやられてるので。リコさんヒッター、待って誰だ。あ、欲しい、ありがとう。最後の最後までありがとうね、ありがとう。欲しい、バイ、嬉しい。
ありがとう。マジ風邪の時にね、そう風邪になった、まあまあ風邪ひいちゃった自分が悪いんだけどね。ありがとう星。風邪が喉で、喉が、かくなっちゃうもかな、風邪か花粉、花粉なのかな、私も、いや違う気がする、これは風邪だ。そう落ち着いたヒーターも悪くない、落ち着いたヒーターも悪くない。本当にそれ言われちゃう、戻りにく、嘘だよ。まあ年に数回の、え待って何これ、ありがとう清水さん、すごい、すごっ、ありがとうございます清水さん、すごっ、待ってすごっ、すごっ、ありがとう清水さん、最後の最後にありがとう、ありがとう、本当にありがとうございます。こんな、そう体調万全じゃないのにありがとう、本当に嬉しい、タワー主任です、ありがとう本当に、すごっ、初めて、初めてか、すごっ、なんだこれ、すごいの来たね、ちょっと今すごい叫びたいんだけど声が、そうあれだから、すごい嬉しいよ清水さん、ありがとう、なんかめちゃくちゃ可愛かったし、うわ10万タワーや、ありがとうございます本当に。まあでも最後まで頑張ります。こんばんは、歯茎腫れました、清水建設10万タワーありがとうございます本当に。もうちょっとちゃんとした状態でお礼したかったけど、まあちょっとお礼は後日ちゃんとやるので、お礼配信を。すごい初めて見た、ありがたわですね、本当にありがたい、ありがたいです、ありがとうございます。無理しないでくださいね、ありがとう。ゆだなさひたん、今回は無理でもいつか写真集、ありがとう本当に、絶対出すので、絶対絶対出すので、その時まで、その時までって、もうなんかあれだけど、やってる方が魅力的です本当に。なんかさ、この髪型もあ、なんかすごいさ、あれみたいじゃない、物語に出てくるちょっとか弱いお母さんみたいな髪型してるよね私これ。別にそれをしたわけじゃなくって、なんかすごい髪の毛が今日アイロンできないぐらい悲惨で、くくるしかないと思って、ポニーテール、いやいっかこれでと思って。こんばんは、なかなか見れないぞ、すごいありがとうございます本当に。写真楽しみに、ありがとう本当に。悲嘆に争いに合わないので、いやそれな、今の誰よりも平和を願ってるから。そういえばこの前、福山雅治さんの僧帽っていう歌をね聴きながら、原爆資料館、原爆ドームを歩いてたら、言ったっけこれ、言ったよね、なんか
観光客と一緒に見てたって。ごめん、何が、そうだから私はすごく今平和について、平和という言葉に敏感なんです。争い平和一旦実力でね、ライダーさんありがとう、応援してて。病弱なお母、そうそう、病弱なお母さんってこんな髪型してない？アニメでもテレビで、あのドラマでも。私の15年後ぐらい、落ち着いてる10年後か、10年後とか。私の10年後の姿、これこれ、今今これ私10年後の自分が配信してます10年後の私です。これ可愛いね、ありがとう。私なんだよね、白髪目立ってきちゃう、疲れた母さん、やめてよ。来たん来たん、鼻詰まってて、息、鼻で息できない。え、待って、わかる、本当にわかる。鼻で息できないの辛いよね。かといって口呼吸したら咳が出そうになるの。森瀬体調大丈夫？一番ひどい時よりかは大丈夫、体はね、もう大丈夫。私はでも引っ越しの準備をしなきゃいけないんですよ。こたつ猫さん、いやそれな、 おめでとう当選。そうだから、その方たちのためにも絶対早く直したいんだけど、あの夕日、そう、10年後はお母さんの予定なんですか？うん、10年後はお母さんの予定じゃない、確かに。じゃあ20年後とか。20年後って何歳？私10年後って何歳？私そんな、なんかいつ結婚するなんて分かんないよね、一生しない気がする。私前歯ないかも、誰が少しやっぱ膨らんでる、本当大丈夫です。おたふくではなかった、おたふくってここだっけ、どこが腫れるんだっけ、口呼吸か、そうそう、それ若菜ちゃん、マジでそれちゃんかい、前歯ないのやばい、西成確かに、なんか西成だけはその大阪のお母さん的存在の方がいるんだけど、マジで西成だけは行かないでって言われてた。そう、新世界の方かな、まあ、西成じゃないんだけど、新世界の方、堺、どの辺だったっけ、あの辺りまだ行ったことなくて、私住んでたけど、そう行きたいって言ってたんだけど、ずっとあの辺は行かない方がいいよって。引っ越しの準備があって何回も言われてだんだん面白くなってきました。いや本当にやばい、やばいよやばい、本当にやばい、焦ってる。過去一、私大阪出る日前日こんな汚くなかったもん、もうちゃんと家何もなかったもん。そうだけど今は引っ越し前日にして何もできてない、やばい、終わり、本当にやばい、焦ってる、怒られる今日は中国の旧暦の 大晦日、再び、え、よろしくお願いしますありがとう清水さん、何なんだろう、違うんだ中国と日本って。泣かないで、そう、それ白さん、喉がさ、ちぐちに急に当てられて声出なかった、うわ、私それ最悪ね、嫌だよねそれ。あとめちゃくちゃシーンってなってるテスト中に咳するの本当に嫌なの、私すごいえげつない咳をしちゃうからさ。ベレッタさんこんばん、飲み屋のコスパとしてはなんか言うよね、安いって。オベアなんすか、
うん、オベア、うん、今はマジでオベアだと思う。だって服が散乱してる。なんかこれ着ないかこれ着るみたいな服を分けてたらすごい部屋が汚くなっちゃった。しかもでもみんな思うの、みんな私が一回着た服も着た見たくないでしょそうだからあげよっかなって思いながらも年下の子たちに、けど何がいいんだろうっていう。10分で1万って多いの？多いか、安くやると言いますか。人はなんだよね。いざとなれば引っ越し屋さん規制総動員させましょう。いや本当にそれな。おめでとうグッピーさん、グッピーさん実際に呼べた声。あかりんさんとどっちがすごそうかな。何が順位、りこちさんとあかりんさん、何がひろろんさん。いったんそんなことないよ。どれ着たかみんな覚えてないでしょ。いやでもこの服着てるヒーター見たことあるって絶対なるから。私がそうファン目線だったらなるもんあれみたいな、この服着てる見たかも。そう見たことあるって。え実際私はそれで斉藤渚さんを新大阪駅で気づいたんですよすごくない？あの私がこれ斉藤渚さんと遭遇したお話なんだけど、ライブ終わりでね大阪の。そうで私もその日当日ママと2人で行ってたんだけど、ライブにイコラブのイコラブさんのライブに行ってたんだけど、そうまあママも次の仕事だから、そうその日に帰らなきゃいけなくて、でライブが終わったのが多分7時やか分かんないけど、でなんかそうでライブ終わりですよ。そのライブ終わってまあ何時か忘れちゃったけど、お母さんと新大阪駅のもう改札入ってのたこ焼き屋さん、なんかスターバックスの隣にあるたこ焼きさんお母さんと食べてたのでね、ですごい余韻がすごくて、初めてその日斉藤渚さんに会った日で、生の斉藤渚さんに初めて会った日で、でもう余韻がすごくて、そうずっと画面で見てた人みたいな、余韻がすごくてすごくて、でずっと生写真見ながらやばいもう一回会いたいよみたいな感じでずっと言ってたの。そしたらで、あのまあもうそろそろ新幹線の時間だし行こっかってお店出た時に、なんか見たことある服の女の子がをすれ違ったんですよなんかだってその時ナイト斉藤渚さんがピンクのコートを着てて、で違うピンクのコートじゃない、ごめんリュックで気づいたんだ私、やばくない、リュックで気づいたんだけど、斉藤渚さんがよくその時白いリュックをよく背負ってたんですね。そうでピンクのコート着てツインテールして帽子かぶってたんですよ。白い帽子かぶってて、そう帽子かぶってて、なんか見たことある、なんかすれ違ったんですよねとりあえず。そうでえってなって、ちょっと待ってって言ってママに、そんな別に急ぐほどの新幹線の時間じゃなかったし、えちょっと待ってって言って、そう振り返ってみたらイコラブのお姉さん方と合流してて、ナイトンさんがイコラブさん、そうお姉さんで気づいたの、イコラブあのマイカさん、あの佐々木マイカさんとか佐竹のんのさんとかがいて、そうえみたいな、絶対あれナオタンじゃんみたいな感じになって、そう
すごいよね。そうだからバック、まあまあまあバックではないか、見た目か、えみたいな。そうでリュックのなんか上掴まれてた、なんか迷子になってたのか知らないけど、ナータンさんがなんかマイカちゃん、マイカさんにリュック掴まれてた。そうリュック掴まれてて、もうどこにも行かないようになんか守られてた。そうだから何かあのそう迷子になっちゃってたのかなと思って。すごいよね、全然。お疲れ様でした、のんちゃんアイドルね、のんのさん声も全然気づかない。そうきょうさんイコラブ、そうイコラブさんの、こっち読んでないか、自分もこの前推しメン使ってるカバンで気づいた。本当に？そうイコラブさんのお宅はね、なったん、え、ヒータンとお互いだったんですか。いや私はそこまで多分その認知っていうものをされてないので、そのそうだから、そうあのありがとうございますって言って、そうそう握手だけしてもらったのかな。そうそう握手だけしてもらったんですけど、その時コロナとか全然前なので、だって私が高1とかの時なんで、そうまだ全然そう緩くて、そうムッチムチだった。マイクさん美術強いよね。そうでその時そうグッズが出てたから、バックから私が、そうだから気づいてくれた、あファンのライブ来てた子なんだっていう。そうマイカさんとなったんってなんかそうヒーターなんでやねん、ヒーターよく声かけれたな。うんもうさ声をかけられずにはいられなかった。そうやばいと思って、だってさっきまでステージにいた方ですよ。で会いたいなってずっとたこ焼き食べながら言ってて、会えるなんて思わなかったから、そうかわいすぎて。私コラボ入ろう、いやそんな話はしてない。ナータンさんですか、何の話したか覚えてないけど、でもそんなめっちゃ長い話してない、駅だったし。そう多分ナータンさんですかって話しかけて、そうメンバーがブワッて見てやば気まずいと思って、そうなんかそうでもその時私はナータンさんしか見てなかったから、そうでナータンさんがそう振り向いてなんかはいみたいな感じで、そんな感じかな。認知されたい欲求ってありました、えあったけど諦めかけてた。認知されたい欲求あったよ、めちゃくちゃあったけど諦めかけてた。そうそんなにだって詰めるような年でもないし、お金をねお小遣いとかバイトとか言っても高校1年生のバイトのってそんなにそうあれだし、そうだからなんかあんまり詰めないから、そう全部じゃあライブ行けるかって言われたらそうでもないしみたいな、だから認知は諦めてた、されたいけどみたいな。すみさいさんこんばんは。高1の時とかもうイコラブ、子さんって言いたい言いたい
なんかすごい昔のグッズとか実家に置いてあるんだけど、もうなんかそうあげよっかなと思ったん。今イコラブ好きな子がいるから近くにあげよっかなと思ったんだけど、いやこれ思い出だなと思って捨てれないと思って、まあ、帰り同じ日にね、すごいよね。そう声かけちゃった。マリマさん元気もりもりせ、下田さんがライブチケット、え、すごっ、え、すごっ。芸能人遭遇しても声かけない推しなら特に、あー、私さ推しなら声かけちゃう。推しじゃない人は逆に声かけないかも。これ本当にこれ推しじゃない人はあみたいな感じでスルーしちゃうんだよね。スルーしちゃうというか一般人の時ね、あみたいな、ああの人みたいな。そうただ推し面は話さないとってなっちゃう私。そう埼玉の娘ね、愛香ちゃん、ひーたん、こんばんは、こんばんは。握手会の帰り坂道見かけたけどガードマンみたいな人いて、あその時いなかった気がするんだ。あ確かにいたら確かに話しかけられないかも。その時の状況を見る。なんかそういうマネージャーさんとかお仕事関係のなんか撮影中とかそういうのはやめるけど、話しかけないけど、さすがに。そうあと私人生で一回遭遇したいことがあって、 MV 撮影中に遭遇してみたいの。危な危な、何も見なかったことにして。帰りの日ワンチャン挨拶できるのかな。でも今そうやば、イベント終了まで3分らしい。ありがとうございます皆さん本当に。おしめはから話したいね。迷惑なファンにならないか不安になる。あそれは確かに、それは確かに。でもさ分からない、どうなんだろう、迷惑って思うのかな。やばゴミ袋見えちゃってるし後ろの今。そうゴミ袋が今大量にある、3つぐらいある。終了まで3分だそうですね。ロケなら遭遇したことある、ロケなら遭遇したことある、すごっ。ロケ何のロケだろう。今日は今は MV 出る、いや出る側なんだけど遭遇してみたい。待って、すごい。清水さんありがとう、いっぱいまたタワーありがとう、くまちゃんタワーありがとうございます、本当に嬉しい、ありがとう本当に最後の最後にありがとう、すごいありがとう。ごめんね、ちゃんと後日。します。お礼を。ありがとうございます、清水さん。エキストラならある。気にしてなかったっす。すげえ、愛子寺さん2位や。そうなの？すごい、すごい、やばい、先輩たちの見たいんだけど今どうなってるんだろう。すごいね小路さん、あんまり変わんないと思ってた順位、先輩たちも回ってたの時にメンバーのなんか気まずかった気まずいよねそれは確かに。
熱にも耐えてよく頑張ったね。いや、なんだろう、思うように配信できなかったけど、そう、まあこの配信はとりあえずもうすぐ終わっちゃうんですけど、8時になったらありがとうございました。本当にまさかこうなる、なんかこうなるなんて思ってなかったんで、そう、ちょっと予期せぬ展開って感じだったんですけど、次は本当にちゃんと体調直していろんなことできたらなって、またショールームイベント参加したいなって思ってるので、その時はまたよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に終わっちゃった。ありがとう、みんなすごいいっぱい思うように配信できなかったし、できなかったんだけどね、ありがとう、ありがとう、みんなみんなの優しさに救われました。本当にこの数日間、この数1週間ありがとう、本当にありがとう。次回のいい経験にね、本当にこんな経験を二度としたくないので、自己管理もちゃんとしつつ、次の23日か、皆さんと会えるのは23日までにちゃんと直せるように完治したい、させたいと思います。ありがとうございました。本当に1週間ってことで、今日はもう配信は終わっちゃうんですけど、また明日っていうことで誕生を読みたいと思います。13位たけしーさん、12位ひらりはっとさん、11位田中美宏さん、ありがとうございます。10位が浦部さん、9位がいなくん、8位がゆうさん、ありがとうございます。7位がこたつねこさん、6位がライダーさん、ありがとうございます。5位が南光さん、4位が TK さん、ありがとうございます。3位が角田慎之介さん、2位がホッシー、ありがとう、ホッシーもいっぱい。1位が清水さん、ありがとう。本当にこんな姿で申し訳ないけど、では皆さん1週間ありがとうございました。ニュースが始まる、そうなんだ。じゃあありがとね、また配信します。ありがとう、バイバイ、おやすみなさい。